はいどうも、百均です。今回はダイソーの方へ行ってきました。今日気になった商品がこちらになります。ハンディファン、こちら550円の商品なんですけども、まあ今年またいろいろ出てる、ダイソーさんの扇風機の中のバリエーションの一つになります。まあよくあるね、手持ちの扇風機なんですけど、まあちょっと気になった点というのが、まあここ角度調整可能、まあスタンド付きはね前から売ってるかなと思うんですけど、この角度調整もできるっていう点で気になって買ってきました。でなおかつこちらがね、まあ USB のまあ充電対応ということで、まあケーブルは付いてない、はい、こちら書いてありますけど、ケーブルはね別途自分で用意しないといけないんですけど、 USB の充電で使える扇風機ですし、向きもスタンドに置いた状態でも向きとかを角度変えれるということなので、こちらをじっくり見ていきたいと思います。中開けると、まあ説明書が入ってまして、スタンドで、これはちょっと後ろにねこういうちょっと滑り止めのようなものもついてますから置くときに困らない。で、これが扇風機本体なんですけど、スイッチがここにありまして、まあ、USB 充電するときはこちらに挿すタイプですね。まあ、スタンドはこんな感じで置けるので、充電するのも問題なく、まあ、USB のケーブルをこちらに挿した状態でも使えます。で、サイズもね、まあ、手のひらサイズというか、握って収まるぐらいのね、小さいサイズなので、まあこれからの季節、ほんと外とかでね、使うにも、まあ重宝しそうなサイズ感かなと思います。まあでもいろんな扇風機出てますからね、今。で、こちら、こういう形でね、角度変えれます。まあなので、まあ手で持ってる場合はね、そんなに必要ないかなと思うんですけど、このスタンドを使ってね、置く場合は、まあ上にももちろん回ります。風を出せますから、まあ好きな角度に調整は可能かなと思います。で、実際のね、扇風機。こういう扇風機って何が気になるって、やっぱり音ですよね。ということです。一度これ充電できてるのかな?スイッチ押してみます。はい。これ今、ジャックですね。もう一回押すと。うん。今のようにここのねスイッチを押せば風量が切り替わる形で、今切れてる状態で、まず弱、中で強、まあ強で回しても音は静かな気がします。結構今のは静かね、そこそこ風量もね、弱でもちょうどいいぐらいの風が来ますから、パワー的には悪くないんじゃないかなと個人的には思います。まあ強でねこの音なんで、まあちょっとこれねカメラ越しで分かりにくいですけど、実際聞いててそんなに不快な音は感じません。これ結構スタイリッシュな感じでね、いい気がします。角度もねつけれますし、そうですね。大体こちらが充電にかかる時間、まあ空になっても約3時間つなげておけば充電できるようです。ちょっと充電ケーブルがあったんで、ケーブル挿してみますね。こうするとここが赤くランプが光ってます。これ今充電中のランプのようです。ここが青色に変わると充電が完了してるということらしいです。はい。でもまあまあこちらにね挿したままでも、はい、使えますから、ね、こうスタンドにね置いたまんま、パソコンの周りに置いておく扇風機にも使えるし、持ち運びも、ね、充電できますから、持ち運びにも便利。いかがでしょうか。こちらダイソーさんの商品、オリジナル商品、ダイソーさんが出してる商品になりますので、気になる方はダイソーさんの方に探しに行ってみてください。はい、一応電池のね、使用時間、マックス、まあ、充電完了してる状態で、風力弱で9時間ぐらい使える。中で約3時間半。強だと1時間半ぐらいしか持たないみたいです。という扇風機のご紹介でした。はい、もうほんとね、すごいたくさん扇風機出てるんですよね、新しく。
去年もかなりたくさん売ってるなぁとは思ってたんですけど、今年はなんか結構新商品的なものが多い気がします。特にね、去年あまり見なかったこの USB の充電型、こちらがやっぱり増えてきてるようで、多分ニーズが多かったんだろうという風に感じます。で、去年とかも結構あって、ほとんど電池式だったんでね、やっぱ電池式より充電式欲しいなぁというのはずっと思ってたんで、はい、今年はちょっと充電式かなり出てる感じはします。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。